全日本ろうあ連盟は全国47都道府県に参加団体を要する日本で唯一のろう者の当事者団体です。私たちの目的はろう者の人権を尊重し文化水準の向上を図りその福祉を増進することです。 創立以来一年に一回全国老和者大会を開催しています。その中で加盟団体から選ばれた評議員による評議委員会を開催しています。評議委員会では過去一年間の運動の総括、 一年間の運動の方針を定める、決議、宣言を行います。私たちはこれまで聞こえなくても、人生の中で自由に自分が望む選択ができ、社会の一員として生きることができるということを、一つ一つの運動を通して、 社会に訴えてきました。その結果、少しずつではありますが、障害のある人の選択を狭める法律や制度、社会の仕組みは改善されつつあります。2021年度は、これまでの差別や 偏見をなくす運動と今の時代に求められる新たな運動の姿勢を示す新しい時代の老和運動を目指してを採択しました。これからの私たちが目指す姿をご紹介します。 全日本牢羽連盟の評議委員会で採択された新しい時代の牢羽運動を目指してについてポイントをご説明します新しい時代が到来しています2006年国連で採択された障害者権利条約は 障害と障害のある人に対する概念を大きく変えました。それは医学モデルから社会モデルへの転換です。医学モデルは障害は個人にあるという考え方。しかし社会モデルは 社会が障害のない人を基準に作られている。そのために私たちが参加することができない。つまり、障害は社会にあるという考え方です。これが社会モデルです。障害をなくすのは社会の責務であるという考え方になっています。この社会を変える。 社会的障壁をなくすという考え方は、全日本老和連盟が70年前から取り組んできた老和運動そのものです。私たちの諸先輩方が、手話サークル、手話通訳者、手話関係者、地域行政などとともに、 社会を変えるために取り組みをしてきました。これが、老和運動の誇りです。長い間、老和運動の結果、差別や偏見をなくし、福祉向上につながりました。今や、 電話リレーサービス法が制定され、手話言語法や、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション保障法制定の取り組みや、2025デフリンピック日本招致活動など、今は、ロー運動は、福祉、手話言語、情報アクセシビリティ、 医療、スポーツなど、あらゆる分野に広がってきています。そして、社会を変革しようとしています。2015年に国連で採択された SDGs。この新しい動きがあります。 さまざまな社会的問題に対し、2030年までに達成する目標を定めています。この解決のための取り組み目標の中に、差別をなくすことも含まれています。SDGs の理念は、 誰一人取り残さない。多くの国民が連帯し、差別や偏見をなくすために取り組むことが求められています。これが新しい時代の老和運動につながっています。 社会的障壁をなくすためには、社会も個人も変わらなければならない。しかし、今もまだ社会にも人々の心の中にも、医学モデルの考え方や優勢思想が残っています。例えば、聞こえない人に対し、音声で話ができると難聴者と言ったり、 手話言語で話している人を、ろう者と呼ぶことがあります。しかし、話せるから難聴者、手話で話しているからろう者という考え方自体が、音声言語優位の考え方に基づいています。また、聞こえない人の手話を見て、この人は日本手話、 この人は日本語対応手話と判断をすることは差別につながります社会の障壁をなくすためには医学モデルまた優生思想を根絶するための取り組みを私たちが進めなくてはなりません 一人一人の個性、アイデンティティ、言語、それぞれを尊重していく必要があります。もし自身がろう者というのであれば、ろう者であるし、難聴者というのであれば、それを尊重しなければならない。これが一番大切なことです。手話言語は、 ろう者の社会参加が広がることにより時代とともに大きく変化をしてきましたもちろんこの手話表現も時代に合わせて変わっていくまた人により変わっていきますこれは音声言語の変化と同様です音声言語も 時代に合わせてて変化をししきました。ですから手話言語が時代に合わせて変化をしていくというのは言語として当たり前のことです障害者権利条約では手話言語と音声言語が対等であるという考え方を求めていますこれから この考え方に基づいて、日本でも、社会、また公文書においても、手話から、日本手話言語という表記にしていくことを、提起します。私たちが率先して、社会変革へ行動を起こさなければなりません。 差別は人種、民族、宗教、障害など様々な理由で人と人との間でまた地域社会の間で一人一人の価値観考え方によって様々な形で起こるという難しい問題です。 しかし、私たちはこれまでに差別をなくすための取り組みを行ってきました。だからこそ率先して行動を起こす必要があります。そうでなければ真の共生社会を作ることはできません。全日本牢和連盟は、誰でも、権利と尊厳が守られ、 ろう者が誇りを持って、手話言語で生きることができる、誰一人取り残さない社会の実現のために、率先して新しい時代を、私たち仲間の手で作っていくことを、ここに表明します。